あの、はい、この国はね、2つの料理で回ってて、1つは年次改革要望書っていうものが、まあ、言ってましたね、それね、うん、それが毎年10月に出されます、うん、で、これがね、今は日米経済調和対話って名前が変わりました、うん、で、これで来年これしろよっていうことを命令されるんですよ、うん、例えば小泉純一郎と、うん、竹中平蔵が、うん、一生懸命郵政民営化ってやりましたよね、うん、やりましたね、郵便局かわいそうやと、はいはいはい、で、あの時に郵便局かわいそうやって言うけど、その刺客を送り込みましたよね、うん、はい、あの要は踏み、まあ、まあまあ小池百合子さんに対しては、うん、あの小林さんとかが言ったんですよね、うん、はい、踏ませて、うん、はいはい、ね、はい、で郵政民営化にあの賛成するか反対するか、うん、で反対したらそこに別の議員を送り込むと、そうですね、まあそこまでやって、うん、はい、小泉チルドレンっていう名前もできて、はい、で圧勝したわけ。そうですね。でその時に何が起こったかっていうと、あの時ナンバーワン金融グループってシティバンクグループだったんですよ、うん、シティバンクグループが預貯金高120兆円、うん、でじゃあ日本のゆうちょ還付ってどれぐらいあったかっていうと350兆円、うん、で圧倒的なナンバーワンの金融機関って日本のゆうちょ還付なんですよ、うん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 、じゃあその350兆円をじゃあ民営化しますと、うん、今までは親方日の丸、うん、国だったと、うん、でもそれを今回民営化しますって言って、どこが運営したか、うん、三菱ですか、うん、住友ですか、違うね、モルガンであり、うん、ゴールドマン・サックスであり、うん、要はアメリカが運用して、で350兆のうち80兆円アメリカの国債買ったりするわけ、うん、だから私たちおじいちゃんおばあちゃんの年金とか含めて、その一番信頼してた世界一の要は金融機関のお金がそのままアメリカに割上げされただけ、うん、です。